東京の代々木8番でバックドアというお店とオンラインストアのサプライを運営する深見です。同じく井岡です。2011年にオンラインストアのセレクトショップということでサプライオンラインストアをスタートさせて、2014年に実店舗であるバックドアをスタートさせました。で、基本的には親交のあるブランドさんを取り扱うセレクトショップで、海外のスモールブランドや国内のドメスティックブランドをボーダーレスにセレクトしています。サプライに関してはサプライの意味の通りなんですけど、多くの物事だったりをお客様に提供したいという思いからサプライという名前にまず決めて、その後実店舗のバックドアをスタートさせたんですけど、お店の扉自体がこう裏口に入るような扉というか、そのイメージも強くて、あとまあ僕らがオンラインストアだけじゃ表現できないことっていうのを僕らの裏側を見せる意味も含めてバックドアっていう名前にしました。基本的にセレクトショップということもあり、ただセレクトするのは僕らなので、僕らがセレクトするから成り立つセレクトっていうのは意識していて、実際こう街で多く見られる服っていうのは意外と同じものが見られてたり、多く流通するものが見られたりするんですけど、僕らがそれと同じことをやっても僕ららしいセレクトっていうのはやっぱできないし、もっとこう見られてないものにかっこいいものがあるんじゃないかっていうものは僕も井岡も一緒で、その時かっこいいっていうより、数年後に見てもかっこいい服だったりとか、数年後に見ても面白い服とか、シーズンレスに楽しめる洋服っていうものは基本的に、まあ、仕入れの中心として仕入れたいなと思っていて、なのでこうどちらかというと売れる服っていうものに特化してるっていうよりかは、見て面白い服だったり他に見たことないものっていう服を集めるようにしています。デザイナーの方とやっぱりしっかりコミュニケーションが取れたりとか、もともと知り合いとか友達だったブランドも結構あるんですけど、デザイナーの人を知ってちゃんと信頼を受けるような人とやっぱり一緒に仕事したいなと思うし、一緒にずっとこう関わり合っていきたいなと思うので、洋服だけじゃなくて基本的にうちにあるブランドのデザイナーの方たちはその人自身もかっこいいなっていう人がやっぱり多いですね。そういうブランドをやっぱり扱っていきたいなと思ってます。サプライでスタッフをしてます尾形壮です。店の外観は一応このタイルが目印になってて半地下になってます。ご案内します。で、一応こちらが店のドアになってます。入り口になってます。一応こちらが DJ ブースが置いてあって、でオーナー2人の友人だったりの作品が置いてあります。でこれがパラノイルさんの作品で、こっちがピーター・サザーランドの作品で、こっちがエド・デイビスの作品などいろんなものが集まってます。このコーナーがブックだったりジンだったり置いてるコーナーで、で割と最近だったらニューオーダーマガジンの新しいのだったり、であとはステファン・グラップが東京来た時のパラロイドで撮ったブックだったり、これはフィルムで撮った撮影したものとパラロイドをコラージュしたアートワーク のジンだったり、この辺もベルリンのポールっていう写真撮ったり映像撮ったりしてる人がいるんですけど、その人がスリランカに行った時の写真集になってたりしてます。その他にも割といろいろ揃ったりします。で続いてが割とうちがメインで扱ってる緑川になります。エレガントな印象のある洋服だったりが多いんですけど、これはさっきも紹介したここにも飾ってあるパラノイドさんのデザインを書き下ろしてこう洋服に落とし込んでるデザインになってて、で割と緑川の服はこう見た目はちょっとエレガントすぎるかなって思うんですけど、割と着ると着やすいし、と個々のスタイルが出るブランドでもあるので試着してみるとおすすめです。こちらがうちで作ってるオリジナルのパンツになってて、割と見た目はスラックスのような見た目なんですけど、素材はジャージ素材でできてて、割とイージーケアでストレス性も効いてるので履きやすいのが特徴なんですけど、綺麗にスラックスのように
見た目で履けるのが特徴的です。うちでセレクトしている服に合わせやすいようにパンツも作成しているので、どの服に対しても合わせやすいようなパンツになってます。次、リリーパッドを紹介します。これはニューヨークとモントリオールの、2人、ドンユンとベルゲンという2人が、編集から企画まで行っているマガジンになってて、これがマガジンになってます。で、マガジン以外にもこちらがリリーパッドのジップフーディーになってて、フロントは割と全面的にリリーパッドのアイコニック的なグラフィックを落とし込んだプリントになってて、でバックにはリリーパッドの彼らなりのメッセージだったりマガジンのメッセージだったりをこうプリントして落とし込んでて、でピスタグなんかもついてて割と手の込んだアイテムになってます。これが今回うちでオリジナルで作ってるコットンヘンプの T シャツになってて、割とふっくらした仕上がりの T シャツになってます。で着心地もすごく良くて、で今回サイズじゃなくてフィットで分けてて、ルーズ と、スタンダードとクラシックっていう3種類のフィットになってます。で割と僕でもどのフィットでも着れるし、着たいスタイルとかサイズ感だったりをフィットで調節したりだとか、まあ自由に着こなせるアイテムとなってます。この辺が割と小物系だったりソックスだったりを扱ってる場所で、でここら辺はお店の友人だったりそのアーティストの、作品だったり本などを置いたりしてます。でこれがうちで毎日炊いてる、アポテーケっていう日本のフレグランスのブランドになるんですけど、その中でもうちが炊いてるのはこのスワビスっていう香りになって、うちでも割と人気の香りになってます。こちらがメルボルンのアーティストのエド・デイビスの作品になってて、ベロアの生地に蓄光のプリントをプリントしたアイテムになってます。で額装も作品ならではの凹凸感を、崩さないようにこういった立体的なフレームに、作品を入れてます。前職で働いていたセレクトショップが出会いなんですけど、僕が次の職が決まっていて辞めるってなっていた1ヶ月前に井岡が僕の代わりとして入ってきて、で1ヶ月だけ一緒に働いているんですけど、でその次のお互い職場も割と近くて一緒に遊ぶこととかもあって、でその数年後にもまた一緒にいた時に見ていたものが近いというか、まあ、その時興味があったものが近いというか、でお互い洋服で仕事をしたいっていう気持ちは一緒だったので、そこが合致したっていうのが一番大きいと思いますね。なんかこう出会ってから一緒に職場は違いで働いてたりしてて、その後にお互いがそうちょっとアパレルから離れた時期があって、その時にまあ深見の方がこういうお店をやってみたいっていうので、僕も深見もその時はアパレルにいなかったので、じゃあちょっとやってみようかっていう、結構若気のノリじゃないですけど、まあまあ大丈夫っしょみたいな感じもだいぶありつつ、別に僕らもなんかアパレルで働いてる時もバイヤーやってるとかプレスでやってたとかじゃなくて、ただ本当に販売員やってただけなんですけど、まあまあ いけるっしょみたいな感じで始めたっていう、まあその後が大変だったんですけどアダンっていう場所は東北沢に新しく設けた僕らのスペースなんですけど、もともとここの今のお店が地下ということもあって、結構こう閉鎖的な空間で外からも人がまあ見つけられない場所なので、それはそれで気に入ってはいるんですけど、その逆のことがやっぱやってみたくなって、路面への憧れもやっぱあるし、店の前を歩いた人が気になって入ってくるようなお店っていうものにはずっと憧れがあって、で物件は探していたんですけど、なかなかこう僕らの今のキャパの中でできるお店というのは難しくて、1年ぐらい探してる中で紹介してもらった物件が今のアダンなんですけど、規模的にも小さいんですけど、僕らのような個人が運営するにはちょうどいい大きさで、基本的には何をやるという大きな決まりは決めていなくて、空間を僕らが持っているから、その空間の中で僕らの関わりのある周りの面白い人たちだったりとか、かっこいい人たちだったりブランドだったりをお店とは違った形で表現できる場所として運営している感じですね。
お店という点で言ったらやっぱお店ってすごい楽しいので、1年でも長くやりたいし、ずっと残せるならずっと残してお店はやっていきたいので、まあこれまで通りペースは崩さず、僕ららしくセレクトショップとして運営していきたいなと思ってますし、アダンで言えば新しいスペースで僕らもまだまだ未開拓な部分もたくさんあると思うので、僕らの周りでサポートしてくれるブランドの方だったり、デザイナーの方だったり、グラフィックデザイナーの方だったり、多くの方々をと一緒に協力してお店とは違う形でアウトプットをし続けていったらいいなとは思っています。お店は僕らの年代のお客さんも多いですし、そういう人たちに対してやっぱり一緒に今まで通りいいと思うものを提供していきたいなって思うのと、あと若い人も入って、僕らもその若い子たちからいろいろ学ぶこともあるので、なんかそういうものがこう融合して、新しいお客さんと今までのお客さんと両方そう楽しんでもらえるようなお店を今も頑張ってやってるんですけど、これからもやっていきたいなって思ってますね。でアダンはもう本当にいろんな人と関わって、いろいろ僕らも影響を受けたいし、いろんな人にこういうスペースと面白い人たちがいるんだよっていうのを紹介できればいいなと思ってます。